記号 PR 記号国立情報学研究所2東京都仙台宅は25日医療ビッグデータ研究センターを設置したと発表した大量の医療画像を解析して医師の診断を助ける人工知能 I を開発する内視鏡やレントゲンなどによる画像は全国に大量にあり医療ビッグデータと呼ばれる医療用 I の分析精度を高めるための学習データとして活用が期待されている 今年度は、日本消化器内視鏡学会日本病理学会日本医学放射線学会の3学会が、国内約90の協力病院で患者の同意を得た約14万症例、数百万枚の病変画像を、個人が特定できないように処理して2位のデータベースに登録。2位はディープラーニング、深層学習技術を用い、愛による画像診断を実用段階に向上させる。 連携学会は来年度以降増やしていく日本医療研究開発機構、アムドからの委託事業。キレンガワユキツレガワマサル所長は、個々の医師や病院の枠を超え、オールジャパンの取り組みにしたいと話した。開きカッコ安倍誠一閉じカッコ。